1935年8月に誕生し、出身は大阪府あるいは熊本県と言われている津留秀夫は、九州で名を馳せた侠客を祖父に持ち、後に自身も花房五郎という名でと姓入りして名を馳せた人物です。花房五郎という都姓名の由来は、幕末に上州の侠客として名を挙げた大前田栄五郎と言われています。1943年に戦時疎開のため、母の故郷である福岡県粕屋郡海町に移住し、高校を卒業すると九州で職を得ていました。1964年頃に博多集結事件が元で服役し、出所すると大阪へ居を移します。1969年になると、大阪の西成区に花房総業を構えて活動を始め、大阪市西淀川区へ、組事務所を移転した頃に名を改め、花房組としました。そして、1971年に花房は、三代目山口組直参、小西音松が率いる小西一家に加入し、山口組の傘下に入りました。翌1972年、花房は小西一家の若頭補佐となり、1973年には若頭となっています。また、小西一家副長になっていた1984年には、内部昇格という格好で、四代目山口組組長、竹中正久から杯をもらい、山口組の直参となりました。その後、山一構想では集結に邁進し、山口組が五代目跡目騒動で揺れた際は、渡辺義則を推しました。1989年5月、渡辺による山口組五代目体制が発足すると、花房は本家の最高幹部である若頭補佐に抜擢されます。そして五代目体制では、常に若頭補佐の座に座り、ブロック長も務めました。若頭補佐として手腕を振るった花房ですが、90年代後半に山口組執行部に危機が訪れます。1997年8月に若頭の匠勝が銃撃され、命を落とす事件が発生し、若頭補佐の中野太郎が関与を指摘されて絶縁されました。さらに若頭補佐の面々に、相次いで不自由の身となる出来事が続きます。1997年11月、ボディーガードに拳銃を所持させたとして、司忍と滝沢隆が指名手配され、その後逮捕されたのです。翌月12月には、桑田兼義が、ボディーガードが所持していた拳銃の共同所持容疑で現行犯逮捕されました。さらに古川正明は一時体調不良となり、1998年9月には倉本博文が急逝しました。若頭不在、さらに7人いた若頭補佐のうち、花房だけが自由の身という危機的状況でしたが、孤軍奮闘し、組織運営に励みました。花房は、山口組最高幹部の傍ら、数々の団体で役職を持ったことでも知られています。関わった分野は、青少年育成、政治、宗教、スポーツ振興など、多岐にわたります。そして、自身が関わる各団体を統括する花房グループを形成し、総氏を名乗りました。また、多種多様な有名人と人脈を持った花房は、ボクシングの亀田一家とも親交があったと言われています。彼らが有名になる前から面倒を見ており、亀田三兄弟をマスコミに売り込むなど、支援の手を差し伸べたようです。そして事実上、興行権などの権利を花房が持っていたと言われています。しかし、ボクシングジムの名誉会長が亡くなり、ボクシングジムから亀田一家が離れたことで、支援をやめたようです。そして、三兄弟が、対戦相手への挑発行為や、反則行為で問題を起こすようになると、亀田一家に対する痛烈な批判をウェブサイト上でしました。2001年頃より花房は、花房グループのウェブサイトを作り、情報発信を始めました。ウェブサイト内には、各団体の趣旨やお知らせのほか、グッズ販売や掲示板などを備え、ブログは毎日欠かさず更新され、政治、時事に関する批評が並びました。また、掲示板にも花房本人がコメントを書き込むなど、各種団体メンバーとのやり取りも行われていました。インターネットを活用した情報発信は、2チャンネル界隈でも話題になりました。
しかし、ブログの内容については好意的なものばかりでなく、次第に2チャンネラーと思われる者たちがウェブサイトを荒らすようになりました。その結果、ウェブサイトの一部を閉鎖し、毎日欠かさなかったブログの更新も2008年1月25日に止まりました。しかし、その後も活動の場をミクシーやフェイスブックへ移し、コラムを書くなど情報発信を続けました。2005年8月、司忍による山口組6代目体制が発足します。5代目体制で若頭補佐だった花房は、司忍と兄弟杯を交わし、射程に直りました。2009年9月23日、花房組うち2代目広正会と稲川会参加の工場一家うち岩沢組による小田原抗争が勃発しました。両組織を後ろ盾に対立した不良グループの小競り合いが発端となり、工場一家のお膝元である神奈川県小田原市の小田原アリーナ駐車場で、2代目広正会組員の重川と岩沢組幹部の湯山、組員の笠高が対峙した時です。劣勢に焦ったが、引き下がれなかったのか、重川が急に発砲し、笠高に重傷を負わせたのです。さらに、重川は車で逃亡する際に、制止した湯山を引き逃げし、重傷を負わせました。事件後、両組織の最高幹部が話し合いをし、小田原で2代目広正会の活動を禁止することを条件として、和解が成立しました。逃亡した重川は、翌月に警察に出頭して逮捕され、2代目広正会からは絶縁されました。花房は、2012年10月、翌年6月と2度にわたり逮捕されています。2012年、この時の罪状は、電磁的公正証書原本不実記録、同強要の容疑で、兵庫県警に逮捕されました。住民登録地ではない自治体に居住していたことから、虚偽の住民移動届を作成した疑いをかけられたのです。2013年は、暴力行為等処罰法違反、教唆の容疑で大阪府警に逮捕されました。これは花房が2012年11月に花房グループ運営の掲示板に書き込んだ文言に端を発しています。半グレごときが大きな顔をして歩く世の中。我が、城下町だけでも断固許すまじ。治安を乱す輩は断固叩かなければ。この一文が、配下の組員に対して、大阪市西淀川区の組事務所周辺の暴走族や不良集団を排除するよう促したとされたのです。事実、これを受けた組員二人が、組事務所近くの路上で男性ら三人を脅迫したとされ、暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕されています。この逮捕から4ヶ月後の2013年10月、花房は都政から引退しました。78歳でした。花房の引退後、花房組は若頭だった藤田康道に継承されます。しかし、本家直参に昇格した藤田は、約半年後の2014年3月に引退に追い込まれました。覚醒剤による逮捕歴などが問題視され、6代目山口組から絶縁されたのです。この一件により、2代目花房組は解散となりました。散りかけた組員を束ねたのは、2代目花房組若頭だった高島信義です。高島は、法友会を立ち上げると、2014年11月、6代目山口組の直参になりました。こうしてついえた花房組の名でしたが、思わぬところでことが起きます。きっかけは、2015年8月の山口組分裂騒動でした。絶縁処分を受け、引退していた、2代目花房組組長の藤田が、2代目花房組を再結成し、同年10月に、神戸山口組直参として復帰したのです。これにより、分裂、敵対関係となった6代目山口組と神戸山口組にそれぞれ、法友会として高島が、2代目花房組として、藤田が属する格好となり、かつての親分、子分が敵対する事態となったのです。花房は、高島のことを親分を裏切った者として見ているようで、批判する内容をブログに掲載していました。同年12月、兵庫県西宮市の花房宅が空き巣に遭い、現金3億円と貴金属などが盗まれました。
花房は警察に被害届を出し、Facebook に事件の詳細を発信しました。昨夜、速報したごとく、本の二晩留守した感激を塗って、俗に侵入された。過去にも何度か、家屋捜査にも開けられたこともなかった大型金庫が破られた。貴金属はもちろん、金目になるものなら商品券からテレホンカードに至るまで。何でも持っていかれた。大げさではないが被害総額は10億円はくだらないだろう。現場検証した札の旦那も呆れるほどの惨状である。流しの金庫破りなどの仕業ではない。勝手知ったるゲス野郎らの犯行に違いない。ゲス野郎ともに一言、言っておきたいことがある。こんなことでくじける俺んちと思うなよ。そのうち、きっとお前らに泣きを見せてやる。腹をくくっておけ。2016年3月、6代目山口組は、神戸山口組遺跡に関与したと思われる者を絶縁します。処分された5人は、すでに引退していた元直参で、その中には花房も含まれており、藤田の復帰、2代目花房組の再結成に協力したと見られていました。その6代目山口組でも問題が発生しました。2016年4月、高島が窃盗容疑で逮捕されたのです。遡ること2年前、2014年6月に2代目花房組の事務所から無断で歴代組長の肖像画や大門入りの旗などおよそ200点を持ち出した嫌疑でした。この一件を受けて、花房は自宅の空き巣被害に関しても高島が犯人であると暗に示唆する内容をブログに綴っていました。我が家に10年近く住み着いていたバカボンがいた。今じゃ若き親分として大天狗になっていると聞く。そのバカボンがこたびこともあろうにヤクザにあるまじき盗っ人の罪で某所轄に逮捕されたのである。昨年暮れに俺ん自宅が賊に襲われた。組織的な犯行と断定。まずは俺ん家の交友関連から洗い出される。その結果、不思議なことにこの事件発生以来電話の一本どころか年末年始の挨拶、年賀状一枚よこさない比例に、捜査関係者ならずとも疑義を感じたとしてもなんだ不思議でない。今さら、飼い犬に噛まれたなど嘆く気にもなれない。2018年6月、高島は本家直参から降格します。そして、高島は6代目山口組直参である、野塚恵率いる3代目一新会に加入し、会長代行に就いたのです。こうして法友会は、山口組の三次団体となりました。この降格は、会費を支払うことができなかったことによるものだと言われています。一方の藤田は、2018年4月に神戸山口組幹部に抜擢され、翌年3月には、神戸山口組若頭補佐となっています。引退後も波乱の人生を生きていた花房は、2021年3月21日に、85歳で、病によりこの世を去りました。